こんばんはもー。鍼灸整骨治療の精霊鳥猿門と鍼灸整骨治療の精霊風峰ハリスが送る機動戦士ガンダム彗星の魔女第9話アニメ感想会スタート。はい、やっていきましょう。はい、ということで、今回も面白い展開だと思う、ね、いやー本当に面白かった。で早速感想を言い合っていこうもんか、はい、そうですね、いやまずねやっぱり前回僕言ってたと思うんですけど、今回ミカエリスとの戦いがあるんじゃないかって言ってたと思うんですよね、でその際にこのミカエリスプロローグで出てきた、ガンダム兵器として使われてた機体あったじゃないですか、似たようなやつね、で多分それの、後継機版というかですねアップグレード版だと思ったので、絶対に対ガンダム兵器積んでるだろうなと思ったんですよ、で当然シャディックも言ってましたもんね、対ガンダム兵器積んでるっていうかですね、前回ね、だからそれを展開してくるであろうというところからの、おそらくそれの対抗策は積んでるであろうと、エアリア、何でしたっけ、ガンダムがね、やっぱり積んでましたね。めちゃめちゃかっこよかったもんね。かっこよかった。で、あそこでね、プロスペラが涙流したじゃないですか、プロスペラは前回のプロローグの時にあの対ガンダム兵器にしてやられちゃったわけですよ、でもそれの雪辱を晴らしたっていうところで多分ね歓喜余ったんだと思うんですよね、いややっぱりあのプロローグのところでやっぱりガンダムがねこのミカエリスの前のバージョンの敵にね、あのたった一つの兵器によって無効化されてやられてしまった、あれはすごい悔しかったですよね、見てて ねえそれを何もできない、何年ぶり屈辱を果たしたっていうね、果たしたっていう、これは見てて本当に気持ちが良かったですよね、しかもどうも何かセーブみたいなシステムがかかってたんじゃないのかなって思ったんですよね、あリミッターを抑える的なね、そう抑える的な、そしてシャディックのあの放った対ガンダム兵器によって、自らそれを開眼させてしまったというかですね、なんか強くなってましたよね、本当もんね、アムロみたいにニュータイプみたいになってたっていう、しかもなんかスレッタちゃんエアリアルとすごい会話しながら戦ってたじゃないもんか、してました。やっぱりスレッタには聞こえるってこともよね、エアリアルの声がだと思います、そしてエアリアルだけじゃなくてガンドフォーマット、何個ついてるか分かりませんけど、あの一つ一つともどうも会話してる臭い気がしますよね、いや早くその謎が知りたいもん、まあ後半にならないと出てこないんじゃないかと思うんですけど、ちょっとそこは楽しみですよね、あとは最後にやっぱり地球寮の方々がシャディクに一撃入れた、いやあれはチュ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 ですね、チュチュですけど、チュチュをこう支えてくれた、みんなが支えてましたよね、あの下にいたのからね、地球寮の、そうそうそう、やられてて、それぞれは戦闘できないけど、その一撃をチュチュに託したってことですよね、いやかっこよかったもんね、いやかっこよかった、だから地球寮なめんなよっていうあの言葉がまさにっていうことですよね地球寮全員でミカエリスを一撃で倒したっていう、やっぱりそこはすごくかっこよかったなって思いました、そのシャディック側もね、あのすごい連携プレー、シャディックはまあちょっと一人で最後っていう感じだと思うけど、こうシャディックを守るために周りの子たちも結構ね必死にやってたじゃないですか、やってました、それはなんか良かったかなって思ったもん、良かったですね、チームプレーもすごくて、パイロット科の上位成績者って言ってたじゃないですか、そんなの相手に勝てるわけないんですよね、普通ならねそう、でもやっぱりガンダムは実戦の中で磨かれてきたモビルスーツなので、まあ所詮学生ってことですよね、そうよ、やっぱね、なんか何でもそう思うけど、実戦してる人にはかなわないもんね、無理ですね、だからおそらく、ガンダムエアリアルが戦場に行ったとしても、敵のニュータイプとか、おそらく強化人間をしのぐ能力を持ってるはずなんですよね、で当然のごとく集団戦にも対応できる、それがそのガンダムの力だと思うんですよ、で今回みたいに6対1なんていうシチュエーションも全然出てくると思うんですよね、実際の戦闘にゲームね、いや勝てないとねおかしいですよね、ガンダムの名を持っているのであればですよ、今まで出てきたガンダム6機ぐらいの相手には、もうね全然へこたれることありませんでしたからね、本当やね、そうなんですよ、まさにそのガンダムの進化を今回見せていただけたというふうに思いました ね、あとあのラウダ、あのグエルの弟さんね、
なんかいつもは冷静でクールっぽくしてるもんけど、ええ、ちょっとおかしくなってたもんね。挑発されてね。いや、ね、そうそう、誰でしたっけ、スレッタの婚約者、ミオリネ。ミオリネ、ミオリネも、うん、面白いこと言いましたよね。なんだっけ、全世界に中継されればこれほどいいデモンストレーションにはならないって、確かに、ね、これほどいいデモンストレーションはないっていう話ですよね。まさにその通りでしたね。やっぱ経営にかけてはミオリネはすごいもんよね、うん、すごかったですね。窮地であるはずがそれを自分の方の、プラスにしてしまうっていう、うん、いやあそこも良かったですよね。ねえ、あとはそのグエルもね、今回も出てきてくれたもんね、我らがグエル。ついに親父さんに退学を言い渡されたっていうね。そうなんですよ。いや、ここもちょっと一つね気になるところで、でもこの前お父さんね、うん、学校にいさせるだけでもありがたいと思うみたいな、はい、言ってたじゃないですか。言ってました、言ってました。あれ、お父さん話が違うじゃないもんか。本当ですよ、なんか半沢直樹みたいな展開になりましたよね。出向させるみたいなね。確かに、約束と違うじゃないもんかみたいな、だからこれからグエルはアステカシア学園から追放されてしまうっていう流れになりますよね。どんどん遠くなってっちゃう。そうなんですよ、もう行くところ地球しかなくないですかこれ。そう、地球なんですよねきっと ね、 ね、いやだからズタ袋を肩から下げたグエルが地球で出てくるみたいな、そんな展開あるのかなとかね。我らがグエル一体どこまで流浪していくのか。ねえ、でなんか戻ってきて、はい、地球寮に入ったらなんかいいじゃないのか。でもアステカシア学園にはもう入れないですよね。あ、 そうなんですよ、だから退学しちゃうと学園から出ていかなくちゃいけなくなるので、今後グエルの接点ってどうなるんだろうと思って。まだ学園の中に入れればですよ、はい、あのスレッタとかに味方もできると思うんですけど、うん、そこがね、なんかぜひスレッタたちの仲間に入って、うん、一緒に暴れてほしいっていう思いがねあったんですけど、うん、いや見えなくなってきましたねグエル。本当もね。うーん、あとあのニカちゃんのお声が今回から変わったりましたね、はい、そうでした。まあいろいろあの皆さんご存知かと思いますけどもね、はい、うん、あの今までのニカちゃんよりも、はい、ちょっとあのあれもかな、なんかこう感情が豊か、うん、そうな感じがするもんね。そうですね、今までのニカはちょっともうちょっとクールな感じがあって、うん、そうそうそう、どうもねそっちのイメージの方がまだ強いので、うん、まだ慣れないなっていうような印象です。まあでもね、あの同じにしちゃうと真似って言われちゃうし、そうでもやっぱり難しいところもあるよね。そうね、似せていく方向にはした方がいいですよね、やっぱ元々のキャラがいるのでもうね、うん、そうもね、まあでも頑張ってほしいもんこれ、ね、本当ですね、見ていきたいと思います、はい、うん、あとはね、うん、シャディク、あ、シャディク、シャディクが最後言ってたじゃないですか、ミオリネに意外と本気だったっ、ね、そう、告白みたいなことね、そう、俺がホルダーになって君を守るという方向に行けばよかったのかなみたいなね、うん、そうそうそう、そしたら俺もそっち側に行けたのかなみたいなね、うん、あの言葉切ないなと思って、意外とシャディクかっこいいなと思った。いや本当そうですね、僕も思って、うん、シャディクってあんな風に見えて実はミオリネ一筋だったんだ。そうそう、そういうこともね、ミオリネもちょっとね悲しそうでしたよね。ね、なんか今更みたいなこと言ってたじゃないですか。言ってました。これまたね、大人の恋愛見てるみたいですよ。もう今更遅いのよっていうね。そうそうそう。なんで最初からそう言ってくれなかったのよみたいな。いや本当そうですよね。だからミオリネもシャディックの思いにはやっぱ気づいていて、うん、でもミオリネは自身は何もできないし、はい、シャディックはシャディックで、なんだろうな、こう不吉ちょもんね。なんかこう本当はそうした方がよか、はい、ホルダーになってとかの方が良かったのに、違う方向で攻めてしまったものだから、そうですね、叶わぬ恋になってしまったっていう、おっしゃる通りですね。だからまだグエルの方が分かりやすかったんでしょう。そうね、だからシャディクはね、僕臆病だったんじゃないかと思うんですよ。結局直接相手を攻めることができなかった、うんうん、怖いからですよ振られるのは。なんだかんだいろいろ理由つけてますけど、はい、振られるのが怖いからっていう、もうシンプルにそこだと思いますよ。まあなんか、若いもんね。そうですね、だからこその学園ものというところでしょうか。うん、今までのガンダムだとこういうのなかったですからね。そう
みんな戦場の中に身を投じててね、うん、もう恋は二の次、もしくはもうついでにやってるっていう感じだったじゃないですか、うん、まあもしくはなんか、主人公とかがなんかちょっとなんか病んでる時にこう光の手が来て、そうですね、ちょっとそっちの方向に行っちゃってみたいな ね、 ね展開はあるんですけども、なんかなんていうかもうね、どうしようもない状況下で起こってしまった恋みたいなのが多かったですけどね、うんうんはい、今回は割とそのあたりがなんかいい感じで描かれてますね、うん、なんだろうもね、やっぱいろんな意味でやっぱり変化があるガンダムもね、今回のガンダム、そうですね、うんうん、これがねいい方向に行くのかどうかですまあでも少なくとも今回の回は、うん、今までのこう積み上げられてきたものを一気に爆発させたなっていう風に思いましたね、はい、いやうまいやり方でしたよね、本当もんね、だってあの戦闘って後半しかなかったじゃないですか、うん、あの後半だけでものすごいボリューム感を感じたんですよ、僕は。そう、わかるもんよ、だからねえミカエリスが出てくるだろうとは思ったんですけど、うん、次に持ち越すと思ったんですよ、うんうんうん、ですが綺麗に終わりましたね、本当もよね、うん、あとまあ今まで決闘自体は1対1だったものが、はい、今回集団戦だったじゃないですか、はい、まあ、それも見応えの一つだったのかもしれないよですね、うん、あれはまさにねやっぱり戦争を意識してる戦いだなって思いました、うん、舞台対舞台の戦いね、うん、で地球寮の人たちがもっといい場面見せるのかと思ったら、うん、案外あっさりやられてたじゃないですか、そうそう、ここも結構リアルだなって思って、ね、あの他のアニメだったらなんだかんだ言って前線したりするじゃないですか、そうそうそう、ね、でこう打ってマグレに当たって、そうそうそう、当たったみたいな感じのシーンとかとかね、そうそうそう、あったりとかなんだかんだ生き残っちゃったりとかしてたと思うんですけど、うんうん、今回はもうねスレッタ以外が全員やられてたじゃないですか、うん、で他の連中もちょっと詰めが甘かったんでしょうね、学生だからね、うん、完全に撃破 しなかったところが、うん、まああのたたったっていうことでね、最後中にねやられたっていうところだったんですけど、うん、ここも良かったなって思いましたね。ね、これが本当の戦場であれば、うん、本当に死んでるもんからね。死んでますね。うん、まああの学生諸君もね、本当の戦場だったらもうやられてるので、うん、ああやって味方することはできなかったでしょうけどね。うん、まあね。でもその戦闘の描き方といいね、本当にかっこよかったなって思いました今回は。うん、もうすべてがこうすっきりと、うん、こうプロローグから来るものがね、うん、こう解消されたなって思いました。うん。うん、あのガンダムファラクトも実はね地球領陣営なんですよね、うん、もうそうそうそう買収されてるから、うん、でもガンダムファラクト一体誰が操るんだって話をちょっとね途中で思いました、うん、もし仮に借りることができたとしても絶対嫌がるじゃないもんかみんな、いやだってあれってそもそも特殊な訓練を受けてる人じゃないと無理じゃないですか、うん、まあ確かにそうなんですよ、だからあれ借りてきても多分扱えなかっただろうなっていう風にね、うん、ちょっと思いまし た、 う、ね、思いましたよね、うん、エランがね、昔のエランだったら協力してくれてたでしょうけどね、はあ、エランのこと思い出しちゃった、そうなんですよね、だからあのエランが生きてさえいてくれればね、うん、よかったんでしょうけどね、今回の戦いでも共闘してもらえたでしょうから、すごく熱い展開になったんじゃないかと思いますよね、うんうんうん、でこんな感じで、うん、今回の回感想はこんな感じもかな、そうですね、もうちょっとねだいぶ長くなりましたけど、うん、次の回本当に楽しみにしていきたいと思います、はい、うん、それでは皆さんコメントそして高評価チャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ではまた次回お会いしましょう、もバイバイもさようなら、またお会いしましょう。